う感じが強いですね。久さん結構今意識高めにこうギリギリのテンポをもう一度組めるならっていう意識ありましたよね、パーピンギリとかは。さあドラガチーピンです。でも新井さんもあの終盤近くになったパワーピンをチーしてテンパイ取ったりしないってかなりこうね焦りがなく見事で重厚に打たれてますよね。朝倉さんチャオポン、あれペーあのパワーピンチーしてると数ピン積もられてるんで。確かにそうですね、はい、すごい。そんな先まで追ってました土田さん、さすがですね。いいね。今回は早くもシャーチャの朝倉がシャアをポンしてこの形です大丈夫かな攻めてますね。でも一応形の項は足りそうですね。足りてんだけど形がちょっと厳しいところが残ってるんでね、どうかな。親の手が進んできたか。リーチかかったら目も当てられないですよね、朝倉の手ね。まあかけられる人が少ないか。うん、ちょっと周りが遅いのが救いかもしれませんね。でも親は絶対行きますからね、 100% ね。はい、形はいいリアンシャンテンですからね、新井はね。あのテンパイしそうな換算ピンで、換算ピンでリーチはないか。新井さんもう一コネしたそうですよ ね、 ね、 ねピンズ伸びそうだから、うん、その前に伸びちゃえばいいのね。先に3ピン引いちゃうが早いかもしれませんね、はい、あこれでよかったね、うん、EP も切ってますし2ピン切りますか。もうこれでもう一直線ですね、天杯まで。うまくいけば3、4、5。なわけないじゃん。小田さん、三色見えないって言うんですこの方が。三色は見ちゃいけないんでしょ、麻雀。ご自身大好きじゃないですか。今はスピード優先ってことですか。いや、いつも あれ医者です。差し子になってきた。どうしでも管理屋マンでリーチするかも。それはあるけど、新井さんですよ。関数案でリーチか。ありますよ。新井さんは。あります。でも浅井さんの今林姿勢は持たれてそうなんですよね。ちょっと朝倉形の悪いリアンシャンテンですね。これ追いつかれて追い越されちゃうね。あ、びっくりした。イーワン切るのかと思った今。年単品三色。びっくりした。びっくりした。それはちょっと厳しいですね。それはね。それやりすぎだよね。はい、いや朝倉さんでもあの。30枚ぐらいよりはまだ形良くなってますもんね、うん、ただね、ジャントがドラ表示合なんですよね。ローピンですね。うん、うん、まあでもやるって決めたからにはもう進むしかない。あー、キツモが効いた。いやもう十分ですね、リーチピンフドライチ山さん。新井さんのリーチは山さん。ヤングウソ怒った。あ、どうしたの。え、これ浅井さんこの官軍ワンチーは怒ったって対応になるんですか。怒った風に見せてるチーですね。うーん、でもイーシャンテンでもう次のピンズも泣いちゃうよっていう。あ、これは多分そこそこ押すでしょうね。フォーメーションになってますね。まあドラドラですし、なんかもうペタパタ折れても損することもあるし。あ、4マツもチーされたから。チーされてきたんですよ。あ、天敗一発関数層ツモじゃない。一発ツモだったの。一発ツモだったよ。本当だ。しかも数層一応現物ですね。世界一切れてる。キレッキレだね。浅井さんが今日もキレッキレで両脇は全員降りる。これ嘘なくなったじゃないですか。はい。うわ、こんな悲しい。こんなことあるかね。浅井のあんなに頑張ったのに綺麗にはまりましたね。タイヤもドラドラ。大きな上がりだねこれ。3900の4本場。5100点と4000点と9100入った。あ、リーボーもリーチ棒で1100入った。1100点入りましたよ。そしてもう今 2着目の差をつけてここまで来ました。浅井雄介、いや、こんなことあるかね。浅井は切れてるんじゃない、キレッキレなんだ。そう。麻雀スリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。